この声は <laughs> ど、どうしてここに… <laughs> おい、なんとか言いなよ 何言ってんだもっとはっきり言いなってううあっはあすっきりだ大丈夫かいでどうしたんだ実は。 マッシュリー殿がさらわれた信じられない。ホルンでナイフだなんて。それから、ヘレナヒト、王様が。ああ、それは知ってる。嘘であってくれと願っていたけど、やっぱり。モント様。マシュリーを助けに行かないと。 気持ちはわかるけど、そりゃ無理な話だよ。エルデ様やシュゼルトをウェズエット城に残しておけないだろう。それは、わかってる。ひとまず、ウェズエット城へ帰還しよう。それで、エルデ様にご判断を仰ぐ。それじゃあダメかいうん。リリシュの言う通りだよ。父上と話し合って決めよう。 共に戦うべきはホルンなのかそれともウェゼットかをああのー、シュゼルトさんは無事なんですかああ <laughs> よかったーホルンの盾に凄まれたんですよシュゼルトに何かあったら承知しないって心配はいらないよ 今は、父上と一緒に、ウェズエット城で傷を癒している。ならば、ホルンと共闘することに、何の問題もありませんね。ロブ殿は言ってました。今やリオニスは、手を携え、共に戦うべき同志なのだぞって。そうか。我らとしても、それは望むところ。ところで、あんたは オビスのものです。ランダルの襲撃を受けて、それで援軍を来うために。ここまで一緒に戦ってきた仲間なんです。ですから、力に。ランダルは、僕らにとっても脅威であることに間違いない。喜んで力を貸せよ。でもその前に。 こいつらを始末しないとね。 命を落とす覚悟はできていますかこの私が倒れることは許さない直々に可愛がってやろうやれやれ耐えられるかまあやってやるとするか

早く立ち上がるのだ覚悟なさい楽しませてもらうぞ